まさきお疲れ様でした。ありがとうございました。ファンの皆さんから質問募集したのでお答えいただければと思います。はい、まず今率直な気持ちはいかがですか？もうめちゃくちゃ嬉しいです。地元の優勝というところの感想はいかがですか？もう今日の、まあ、今日じゃない初日の朝からすごい緊張してて、今日もっと緊張してたんですけど、やっぱり地元の皆さんの前で優勝届けたいっていう思いもあったし、あとかっこいい姿を見せたいなっていう思いもあったので、もうひたすらもう自分に集中して、あとはもう勝ってるイメージをしながら回ってました。優勝届けられてよかったです。そんな気持ちで回っていた今日のラウンド振り返っていかがでしたか？今日そうですね、パー5で、4つバーディー取れたのはすごい嬉しかったんですけど、そうですね、ちょっとパー3でアウトポジションに外してしまったり、ちょっとこう、隙を与えてしまうようなちょっと危なっかしいゴルフだったので、次同じ場面が来たらもうちょっとこう安定したゴルフで回れたらよかったなという思いです。地元埼玉県で姉妹でのワンツーフィニッシュが実現しましたが、その感想はいかがですか？いやー、もうワンツーフィニッシュすごいですね途中で明愛の名前を見て、2位で上がってたのを見て、うわすごいなと思いましたし、やっぱり地元愛が2人ともあるんだなと思いました。明愛選手が1打差で上がっていることにはどのタイミングで気づかれました？は、私が17番上がって18番に行くまでの途中の道のリーダーボードで知りました。その時はどう感じました？おー、1打差まで来たかって感じで、ちょっとプレッシャーにもなったけど、まあ、でもパー5が最終ホールだったんで、バーディーかパーで上がれば勝てると思ってティーショット打ちました。ありがとうございます。ちょっと昨日の話なんですけど、第2ラウンドでイーグル打った時、はい、ガッツポーズされてたと思うんですけど、はい、あのポーズはとっさに生まれたものなんですか？とっさですね、あれはもう本当はあの近くにあのテレビカメラがあったらもう少しこう違うのが出てたかもしれないんですけど、あの時はちょっとカメラが遠かったのでギャラリーの皆さんと一緒に嬉しさを共感したいなと思ってガッツポーズにしました。なんかこれからどんなパフォーマンスしたいか考えてたりしますか？でも全然もうないですまだどうなるか、次のショットインイーグルで楽しみにしててほしいです。5月以来の優勝となりましたが、はい、今日までどんな思いで過ごしていましたか？やっぱり明愛が優勝、今年3勝してて私まだ2勝だったんで、ちょっと負けてられないなという気持ちもあるし、悔しい気持ちもあったし、ちょっと焦った時期もありましたけど、でも焦ってもいいことはないと思ってたので、ゆっくり自分のペースでここまで来れたことが良かったんじゃないかなと思います。ありがとうございます。巻き顔ポニーテール可愛いですね。嬉しい。早起きして巻いているんですかこれよくみんなに可愛いって言ってもらえるんですけど、私はあんまりこうおしゃれとか得意じゃないんですけど、なのでこれ本当にもう朝5分ぐらいで終わります結構去年のちょうど1年ぐらい前から巻き始めて、最初はもう全然下手くそだったんですけど、最近こうポニーテール可愛いと言っていただけるので自分で巻きながら、朝支度してます。髪型へのこだわりは何かあるんですか？髪型へのこだわりかあんまりないですけど、けどちょっと海外ガールっぽい感じ好きなので、ちょっとこう明るめに最近はしてます。はい、ありがとうございます。来週は TOTO ジャパンクラシックですが、はい、何か楽しみにしていることはありますか？ああそうだな、なんかまた明愛と、またというか最終日最終組で明愛と回りたいですね。シーズンも残りわずかとなってまいりましたが、はい、今後に向けての抱負を教えてください。はい、そうですね、
あと残り5試合、4試合しかないのか、残り少ないですけど、まあ、優勝目指してまたもう皆さんに元気いっぱいのプレーを、届けられるように頑張ります。では最後にカメラに向かって応援してくださったファンの皆様へメッセージをお願いします。はい、いつも応援ありがとうございます。そして今週は埼玉の皆さん応援ありがとうございました。まだまだ残りの試合優勝できるように頑張っていきますので応援よろしくお願いします。